はいどうもこんにちは。三度目の向山でございます。明日は j 2リーグ第31節、水戸戦でございます。もう31節まで来たんですね。早いですね。水戸が現在11位で、グランパスとの勝ち点差が8位。ここで負けてしまうとですね、一気に勝ち点を詰められるので、絶 対に明日は勝ってほしいいところでございます前節ね、悔しい敗戦に見舞われましたので、明日はね、5連勝の時の勢いを取り戻す試合にしてほしいですね。昨日ね、サッカーの日本代表が最終戦を待たずにワールドカップ出場を決めたので、このミト戦からね、また連勝を伸ばしていって、最終戦を待たずに J1 自動昇格を決めて欲しいものでございます。ですが、ですがですよ、前途多難な問題もしかりでございます。なんと、前節イエローカード2枚で退場になってしまった田口選手が出場停止、そして佐藤久人選手が怪我で離脱と、攻撃のね、キーマン2人が明日の試合に出れないという、 しかしですよ、日本代表もね、若い力で予選突破をね、決めましたので、こちらもね、若手の選手がね、しっかり育ってきてますから、若い力に期待しましょうよ。どうやら秋山選手も明日のミト戦まではチームにいてくれそうな感じですね。それと秋山選手と同じ高校だった青木選手。 連続ゴールが5で途絶えてしまいましたが、またね、明日からゴール、ゴールと得点をね、積み上げていってくれることでしょう。風間さんのサッカーがね、浸透してきたっていうのは、素人の僕の目から見てもね、わかりますので、明日もね、きっと、きっと、大丈夫でしょう。それでは。